助詞の種類その2、修助詞。修助詞っていうのは文末についてるようなおまけ的な助詞。走っているよ、帰りますか、面白いね。全部文末についているから、これらは修助詞扱いしてください。一個だけ注意点。修助詞っていうのは文末につけやすい。そんな感じで助動詞と見分ける必要があるんだけど、助動詞との違い。修助詞はあくまでも助詞なので活用しません。が、助動詞は活用しています。例えば、走らないっていう文章がありました。これで終わっていたら、ないの部分が文末扱い。だからこれ一瞬修助詞かなと思うんだけど、そのないっていう言葉に実はね、たなどをつけてみて、そのまま繋げてみると、走らなかった。ないって部分がなかって感じで活用してんだよね。結論、このないは修助詞ではありません。これは助動詞の否定になります。でもさっき喋った走らないよとかね、走らないですかとかのよとかねとかかはいつまで経ってもかのままなの。つまりそれらは活用しないって意味で、そういうのが修助詞。